皆さんこんにちは、ニアラボ TV の美里と松見です。このチャンネルは ZOZO タウンとウェアを運営する ZOZO がニアウに関するさまざまなコンテンツをお届けするチャンネルです。本日もスペシャルなゲストにお越しいただきました、金子綾さんです。お願いします。お願いします。スタイリストの金子綾です。はい、よろしくお願いします。金子綾さんは女性誌をはじめブランドとのコラボやディレクションでも活躍されているスタイリストさんです。私たちめっちゃ YouTube 見てます。すいません、なんかあの本当に見てるね。本当にもうお世辞とかじゃなくてだから本人だって感じだよね。本当に楽しみにしてました。今回はあれですね、春っていうことなので、はい、今日は金子さんにいろいろ春に関するあのアイテムだったりを紹介していただきたいなと思ってるんですけど、はい、私すみません、ちょっとこのミッキーさん予約させてもらいました。可愛くない？やはり、はい、金子さんのコラボの買わせていただきました。すみません、ありがとうございます。楽しみにしてます。なんか買いました、松見さん？まだ買えてなくて、ただ今日の企画でちょっと欲しいもの見つかるかなと思って、はい、買わずに撮っておきました、はい、撮っておいた動画の最後には本日金子さんにご紹介していただくアイテムのプレゼントキャンペーンもありますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速やっていきましょう。やっていきましょう。まず一つ目のアイテムからお願いします。はい、一つ目はツイード調のジレになります。可愛、はい、ね、まあ、私はずっと好きなんですけど、はい、素材でいうとツイードで、あとは今日も着てますけど、はい、ジレ、ジレ、それのミックスバージョン、ということでこれを選ばせていただきました。最近確かにすごくツイードって聞くなって思って、まあ、春だとやっぱりツイードがすごく多く素材としては出てくるかなとは思うんですけど、ネイビーなので綺麗めにも着れるなっていうので、カジュアルからオケージョンのいろんなシーンで着回しができるかなと思ってこちらを。カジュアルもいけるんですね。私の中でちょっと固定概念があって、綺麗めになりすぎてしまう印象が、ちょっとコンサバティブな印象はあるんですけど、はい、まあ、ネイビーだとネイビージャケット、はい、トラッドっぽい、はい、あの金ボタン、まあ、その感覚で使えるかなっていうのもあったりとか、まあ、デニムと合わせてもらう。なるほど。ただちょっとこれあの少し着丈が短いので、例えばこういうふんわりスカートだったりとも合わせたりとか。おしゃれ。確かになんか色とか丈感的にもなんか何でも合わせやすそうな事例ですね、うん、この下ってシャツとかブラウスとか事例って合わせがちだと思うんですけど、今の時期だったらタートルに重ねるとかももちろんいいし、私はあえて同系色でネイビーで丈のスカートみたいな。あー、かわいい。であとはもう真夏になったらタンクトップにこれでデニムに B さんとか。あ、 B さんそこで B さん外し、外しですか？外し、そう、まあ、この言わせちゃう。このジレがツイード調なので、きちんと感はこの子で保てるので、B さん合わせてもカジュアルすぎない。B さんとかスニーカーとかでも合う、結構万能ね、万能ここすぐ買いたがる。いや本当に欲しいこれ、ね、ちなみにさっきのスカートとネイビーのニットだと足元ってどんな感じがいいですかね？足元はブーツでもいいし、ストラップのサンダルとかでもいいかなっていう。ありがとうございます。以上一つ目のアイテム紹介でした。2つ目のおすすめアイテムの紹介をお願いします。はい、2つ目はミニスカート。ミニスカートチャレンジしたよね。わかります。はい、まあ、私もチャレンジするかはわからないけれどもあれ一緒にみんなで買いますか？みんなでみんなで一緒にみんなが見に入ってくれたら確かに馴染みますよね。いけるかな。みんなで、まあ、今年やっぱりミニがすごく多く出ていて、はい、で、まあ、もし大人の私が合わせるなら、はいはい、気になる。同じトーンのジャケットでちょっとセットアップっぽく。ほうほうほう、ここにこのカットソーを入れるんですね。ちょっとあんまり真面目すぎちゃっても。確かにです、かっちりになっちゃいますもんね、で、なんか靴とかはローファーにソックスとか、あー、いい、まあ、ショートブーツとかでも可愛いですけど。絶対可愛い、ね、靴下合わせ。これならやれるんじゃん。
確かに抵抗ないかもしれない。みんなで履きましょう。この金子さんが作ってくれたコーデだったら怖くないよ。一式ちょっと買いたいぐらい可愛いです、ね、これ欲しい。タイツにローファーとかでも、はい、生足はあれでも ね確かにです、うん、じゃあこのジャケットじゃない合わせ方にするとしたら何かありますか、違うパターン。今の時期だったら、うん、ちょっとボクシーな形 の、 あのニットとか、はいはい、で肌を全部隠しちゃうタイツにして、はい、ローファーにして、おしゃれ。確かになんかこうジャケットジャケットで真面目になりすぎちゃったりとか、うんうん、なんかこの素材感とかも私あんまりチャレンジできてなかったのが、ね、少しきちんと感のある素材だから。低身長ミニ丈いいなって思いました。向いてる、うん、似合いそうだもん、うん、ほらあれイメージ湧きました、うん、全部買っちゃおう金子さんコーデ、金子さんコーデでめっちゃいい。こういうセットアップとかになると丈がどうしても合わなくて、確かにただミニ丈だとすごい挑戦しやすいなっていうふうに思いましたね、うん、短すぎないところもいいですか。そう、超ミニじゃないところも大人も履けるかなっていう、うんうん、ちなみに形でこう、うん、これ今こうストーンとしてると思うんですけど、うん、ミニ丈にチャレンジするなら、うん、こういうストーン、すみませんちょっと語彙力か、こういう形がいいのか、こうかこうかこうなんかこのなんか、まあ、あの素材感が張りがあって、はい、ボクシーなシルエットの方が体のラインを拾いにくいから、で大事、ここの太もものところに多分これ隙間が多分少しできるから、なるほど、ちょっと華奢に見える体が、いえ嬉しいじゃない、綺麗なラインが出そうですね、形はすごくストーンの方が、うん、そうなんですね、うん、私がスカートにチャレンジできない理由がこの私腰がすごいので、うんうんうん、体のライン拾ってこうポンってなっちゃうんですよ、うんうん、でもこのストーンを選ぶんですねストーンはい、ありがとうございます。なんか他に松見さん聞きたいことあります？今後厚くまたなっていくじゃないですか、そういう時には上はどういったものを合わせたらいいですかね、うん、T シャツとかロンティーとかでも、薄手のスウェットとかね、あ薄手のスウェット、うん、丈感、でもこれちょっと腰で止まるタイプだと思うので、まあ合うとしてもでちょっとラフに、あとはなんかレギンスとか合わせても可愛いかもしれない、あ足が出したくない人、タイツじゃなくてもいいんですもんね、うんうんうん、サンダルとも合いますか、うん、あ結構じゃあ何でもいけるね、何でもいけますね。でもなんかあんまりヒールとかだと結構また気合入っちゃう感じになっちゃうからう、ね、ミニの時は足を長く見せたいのを我慢して、はい、私はいつもあのフラットシューズを合わせるようにはしてます。あなるほど、その時はねちょっと足マッサージしてヒールに頼らないように頑張ろう、うん、そうだね、うん、そうしようそうしよう。ローファーに合わせるこうソックスとか、うん、タイツとかの素材とか教えてもらってもいいですか。素材はもう割と肉厚の方が可愛い、うん、ちょっとルーズソックス的なイメージで、その方が多分足が細く見えるっていうのはありますけど、まあ靴と同色のソックスに合わせた方がちょっと足長効果にはなる。確かにこれで言うとじゃあ黒がおすすめですかね、うんうん、すっきりして見えそうです。でなんかニーハイソックスも結構この冬出てたりするんで、それをちょっとこうシュッとさせて履くっていうのも撮影でよく使う。やったことないシュッとじゃあさせよクシュッとさせよ靴がじゃあこれは黒だから黒っていう感じで、うん、違うシューズだったらまたそれに合わせる感じですか、それとも割ともう黒がいい感じですか。まあ、同色の方が足長だし、まあ、あんまりこうとちらかな方が、そうですよね、白ソックスでも合わないことはないけど、うん、ちょっと膨張色になっちゃいますもんね、うんうん、黒でじゃあ行きましょうこのコーデ、すっきり、すっきり黒で、ありがとうございます。じゃあ以上2つ目の紹介でした。では3つ目のおすすめアイテムお願いします。3つ目はスケブラウス、スケスケだスケ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 のスケスケのスケ今年まあこういうシアものが結構流行ってます ねよく見ます、多かったりして、これもあの例えばインナーをキャミソールとかにして同色のね、はい、でジャケットとかこういうジレとかに合わせたら綺麗めなシーンにも使えるし、ね、中にこういうボーダーとかをおしゃれさりげなく入れてあげると、はいはい、ボーダーがチラチラ透け
好きだわ。なので、ね、そう中の合わせによって雰囲気がガラッと変わるアイテムで、アウトしてもインしてもいい丈感なので、確かにすごくコーディネートの幅が1枚で広がるアイテムだなと思って選びました。なんかシアのアイテムにしては結構大きいサイズ感だなって思ったんですけど、シアアイテムを選ぶ上でのサイズ感のポイントとかあります？ピタピタだとちょっと結構ね、攻め攻め着るものもちょっと考えちゃいます、ね、緊張感ありすぎちゃうから、まあ、ちょっと体が泳ぐぐらいだとラフにも着れる。確かにすごい着やすそうです ね。だから意外と中に合わせるものも選ばない、まあ、あとはあの今結構ボリュームのキャンバスカートとかを上から重ねてあげるっていうのが可愛いかな。おしゃれ。確かに下に着るのもよし、上に重ねるのもよし、あとはもうちょっとオーバーサイズのニットを上に重ねて、袖だけめくって袖だけ透けさせるとか。なるほど。おしゃれ。 V のカーディガン合わせてここだけ透けるとか。使えますね。これだけでも今何通りもあって。確かにパンツは何合わせます？パンツはまあこれが結構透けてるので、デニムだったりとか、割とこういうスラックスっぽいちょっとこうメンズっぽいものを合わせた方がエッチじゃないっていうか、わかる？言いたいことすごいわかる。セクシーすぎない？程よい。確かに程よくシースルーを取り入れられてますね。そう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 。結構春ってカラーのシアー素材のトップスってすごい増えるじゃないですか。黒を今回選ばれたポイントとかってありますか？私はいつもお洋服を選ぶときにいろんなシーンで着れるっていうのを割と大事にしてるので、きれいめなお形状のシーンにもカジュアルにも振り幅が広いっていう意味で黒を選んだ。ちなみにさっきみたいなの合わせ方の時のシューズ、どんな合わせが？私またたくさん出てるこうちょっとメンズっぽいグルカサンダルでちょっとこう肌見せるみたいな感じですかね、はい、ちょっとメンズっぽいアイテムを多めにいつもより足していってあげるっていう印象。バランス大事ですね、はい、ありがとうございます。はい、以上3つ目のおすすめアイテムでした。はい、では4つ目のおすすめアイテムのご紹介お願いします、はい、こちらのパラシュートパンツ。パラシュート調整ができるんですね、クシュット感が。どういう、こう、ここのクシュッとするしないはバランス、トップスとの合わせですかね。私はあのメンズっぽいカジュアルっぽいアイテムはヒール、ヒール、いや、やっぱヒール、ヒールを必要だ、合わせたいって思って、そうなった時には、はい、結構絞って裾は華奢めにして華奢なヒールを合わせる。確かにスニーカーとかじゃ全然また雰囲気変わりますよね。で、すっごくカジュアルにしたいときは広げてスラックスっぽいイメージ、ワークパンツっぽいあれでスニーカーを合わせる。確かに広げても着やすそうですね、また色味が可愛いですね。色味すごい可愛い。似合いそうだよね。似合いそう、松見さんに。ちょっとなんか似てますね。似てるもんね。で、なんかまあトーンをこう合わせてあげる。え、おしゃれ、ね。真っ白よりもちょっとこうベージュよりながかった色でグラデっぽくすると、カジュアル感が少し薄まるかな。足元どんな風に合わせます？足元はこういう、華奢なね。バランス合いますね。上もキュッて華奢だから足元も華奢みたいな、確かに確かに。なるほど。トップスと靴でちょっと女性らしさを出しつつバランスを取るっていう感じになるんですね、このパンツがボリュームがあるものなので、ヒールは華奢なものがおすすめですけど、スニーカーはダットスニーカー、ちょっとこうがっちりめの方がバランスがちょっと取りやすいかなと思います。重心を持ってくる感じで、そもそもがこうハイウエストになってるので、なんて言うんだろう、あんまり靴を選ばない。あー、なるほど、ね、確かにペタンコでも、ペタンコでもなんか足長効果がそもそもハイウエストなので、確かに。分かりました。以上4つ目のおすすめアイテムでした。はい、では最後5つ目のおすすめアイテムを教えてください。はい、最後はストラップサンダル。おー、かわいい。もう全然ヒールを履いてなかったんですけど、
今日も入ってないけど、あのヒールをね、はい、今年は履きたい。私も目標、そう、いや私も目標です。目標って何？履きたい気持ちになってきたよね。そうです、そうです。足が入ると本当にもうスヌーディーな、うん、さっきのね、うん、そう、その子もそういうものが私は好みです。確かに。ちなみにこれさっき の, あのパンツみたいな感じとか、うん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 、他になんか合わせるとしたらどんなコーデですか？あのこのサンダルもそうですけど、うん、これも足首にストラップがついているものって何がいいかって、今からソックス合わせでいける。なるほど、確かに。そう、確かに。なので割と春一番に買って、うんうんうん、ソックスと合わせてっていうのもすごくおすすめ。確かに春はソックスと合わせて、夏は素足で、素足でチャレンジしますわ。やっぱ私これ、はい、でもこのヒールもこれぐらいの高さだな、ね、チャレンジできそうで、ね、普段ヒールに慣れてなくても履きやすいですね。どんなソックスの色がいいですかね？ストラップが華奢だから、はい、オールブラックのコーディネートにあえて白いソックス入れてあげたりとか、グレーのソックスとか、もちろんあの同系色の黒でも可愛いです。ありがとうございます。チャレンジします。ね、ちょっとチャレンジするものがたくさんね。そうね、確かにミニとね買うのもいっぱいだしね。はい、ありがとうございます。じゃあ以上5つ目のおすすめアイテムでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。チャレンジしたいもの、うん、欲しいもの、うんね、いっぱい見つかったね。いっぱい見つかったし、なんかこうしたらいいんだみたいなのも学べたので本当にありがとうございました。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 金子さんいかがでした？いや、なんか面白いか。面白かったですか？質問攻めしちゃったよ私と松井さん、ね、たくさん聞いちゃいました、ね、いっぱい教えていただいてありがとうございました。松井、はい、さんもいろいろ欲しいものね、うん、どうですか？なんかいつも春のアイテムって、うん、ピンクとか白とか淡いものを持ってきがち、うん、選びがちなんですよ。なんですけど今日結構大人め、そうね、シックめ大人めの春アイテムだったんで、うんうん、ちょっと取り入れてみようかなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、この動画が参考になったよという方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。以上で終わりになります。ありがとうございました。バイバーイ。なんと嬉しいお知らせがあります。今日金子さんがおすすめしてくださったアイテムをなんとプレゼントいたします。嬉しい。すごい、うちらが欲しいよね。いや、本当に応募したいぐらい。うちらが欲しいんですよ、毎度毎度。はい、欲しい。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 でも大丈夫、ポチる。みんなでポチりましょう。ポチる、ポチる。ありがとうございます。はい、詳細は概要欄からご確認ください。皆さんからのご応募お待ちしております。お待ちしております。金子さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。撮影やってみていかがでした？はい、楽しかったです。私は幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、改めてになるんですけれども、はい、金子さんにとっての似合うとは何ですか？私にとっての似合うとは自分の機嫌を取ってあげること。いや、なんか日々疲れるじゃないですか。なんていうの？そうですね、まあ、仕事もしなきゃいけない、育児もしなきゃいけない、うん、なんかいろいろなその生活がある中ですごい似合うねって言われたお洋服があったりとか、自分に自信を与えてくれるお洋服があることによって自分で自分の機嫌を取ることができると思うので、それでまた頑張れるっていう繰り返しをしているので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ニアラボ TV をご覧の皆さん、ニアラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、 ZOZO 独自の AI とプロのスタイリストがあなたの似合いを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。